はい、こんばんは、島津です。本日も、デイズゴーンをやっていきたいと思います。それでですね、今来てるミッションはですね、これですね。みんなのために、の仕事があるぜ。リッキーと北へ行く。っていうのが来てるので、こちらやっていきたいと思います。今回ね、ブーザーからもらったショットガンをね、ちょっと持っていこうかなって思います。多分、使うところ出てくると思うんで。さあ、どんな仕事ですかね。賞金稼ぎ以外だと思う。予想からしてね。いや、仕事があるぜ。俺に仕事？ああ、フリーカーの死体の山が歩道橋の西で沼にはまってやがる。そいつらを焼き場まで運ぶんだ。いいな？泥仕事か。ああ？残念だが忙しい。おい、お前にやれって言ってんだ。マイクと何話したか知らねえけどよ。仕事は山ほどある。ねえ、ちょっとスキッゾ、ディーコンは私と来るの？お前には関係ねえだ。マイクと話は済んでる。外に行くことになったからディーコンを連れてく。いい？言ったろ、忙しいんだ。戻ったら俺んとこ来いよ。行こうよ。どこへ？すぐわかる。どこですかね。どこ向かってんだよ。来た。リッキー、ふざけてんだったら付き合ってる暇ねえぞ。いいから来なって。マイクから聞いたよ。何をだよ。あの洞窟を封鎖したら大軍を止められるって？止めるとは言ってない。数は減るかもな。話が見えてこないんだが。ああ、そのあんたが残ることにしたのかもって思って。ブーザーのためだけじゃなくて、キャンプのために。そう思ったのか。おい、前だってちゃんと働いてただろうが。そうだね。でも最低限のことだけだった。今は洞窟のことをマイクに提案したり。明らかに違うでしょ。ん？どこだ？どこに向かってる？これ着いた。何週間か前、これが壊れたせいで一人死んだ。診療所の人工呼吸器が止まってね。人工呼吸器って、レッキーよく考えろ。呼吸器が必要になったら死んだも同然だ。ブーザーがつけてたらね、そういうこと。もう電力が供給されなくなって2年になるけど、変圧器や電線はまだ使える状態なんだ、ここのはね。だから北にある発電ダムに行って止まった原因を突き止めたいわけ。付き添いかよ。そりゃスキッゾの役目だ。付き添いなんていらない。あんたはあそこに住んでたから詳しいはずでしょ。私はあんたを助けたよね。今度はそっちの番。くそ。よし、決まり。他にも仲間を集めて。いや、必要ない。静かに行く。コープランドの連中だけなら対処できるが、あそこには他にもリッパーやろくでなしがうようよいる。大勢で行ったらそれだけ目立つだろう。ダメだ、俺のやり方でやる。分かったな。電気をね、復旧させようとしてるんだね。わかった、行こう。おい、リッキー、聞いときたいんだが、こないだの晩、診療所で。あそこでうつ気だったかって？うん。本当か？でも、あの時のお前の顔を。まず外に連れ出してから打ってたよ。そうか、診療所を血で汚したくないもんな。ええ、そういうこと。ダムに向かうみたいですね。早く出れば暗くなる前に戻れる。何も起こらなきゃな。何が起こるっての？先行って。リッキーの犬、後ろに荷物詰めるから弾の補給とかできそうね。それに比べてこっちないから。地図に印をつけたルートで行くぞ。避けておきたい野党のキャンプがあるからな。オッケー、了解。そういや、お前はどうしてここらに来たんだ？みんなと同じじゃない？こうなった時、家から何百キロも離れてて、戻った頃には誰もいなかった。出身は？ポートランド郊外の小さな町。ポートランドで働いて家に帰るのは週末だけ。大都会だな。はあ、オレゴンではね。大変だったろうな。どうやって町を出たんだ？わかんない、運が良かったんだよ。
どの道も大渋滞してて巨大な駐車場みたいだった。ミラメットバレーは戦場だし、あっという間のことだった。脱出するとき友達にも逃げろって言ったけど誰も聞かなかったの。政府が爆破したってな。ポートランド？うん、私も聞いた。でも嘘だと思う。直接見たわけじゃないし。ああ、そういやお前とアディって問題でも？いや、まさかない。知らなかっただけだ。お前とは長い間つるんでたが、そういう話なかったしな。あんたと同じで、私も生き残るには人と距離を置くのが一番だと思ってたからね。ああ、忘れてくれ。俺には関係ない。それでキャンプにいるの。また普通の暮らしをするチャンスだから。うまくいくといいな。深い関係じゃないよ、アディとは。そうは見えなかったぞ。まあ、なんか気づいたらそうなっててさ、そういうもんでしょ。そうか、一応言っとくが。何？そのアイアンマイクを説得してくれてありがとうな。俺とブーザーの味方してくれたろ。わお、ほんと悪くなったね。黙れ。あんたに感謝されたの初めて。今までする理由もなかったしな。ああそう。こないだマイクとどこ行ってたの？マイクから聞いたんじゃなかったのか？詳しくは聞けなかった。マイクとは長い付き合いだけど、あんな塞ぎ込んでるのを見るのは初めてでさ。シャーマンズキャンプだ。あそこフリーカーまみれなんでしょ？ああ、でも仕方なくてな。洞窟を爆破してフリーカーの道を塞ごうって話をマイクにしたら、シャーマンズキャンプに爆薬のありかが分かる地図が保管されてるってんで取りに行った。驚いた。あんたが積極的に協力するなんてね。今だってお前に協力してんだろ。ドル仕事が嫌だったからね。ああ、その通りだ。それで何があったの？別に何もなかったぞ。何も言われなかった？だから別に何もなかったし、マイクは俺に何も言ってない。知ってるだろ、あんま喋らないやつだ。よし、もうすぐダムだ。ゲートに近づいたらゆっくり行け。何が潜んでるかわからないからな。わかった。これどこまで来た？あ、ほんと北まで来ましたね。結構話してたから気づかんかったけどね。そしてリッキーとアディがね、そういう関係っていうのもね、驚きだけどね。はい、じゃあそれでリッキーはね、残ってるんだね、ここに。さあ、ダムに来ました。問題はなさそうだな。何警戒してんの？常にしてるさ。何かあったら即逃げるぞ。はいはい、じゃあ行くよ、こっち。どこに行くんだ？こっち。こっちに発電施設があるんですかね。まあもし電気がね、復旧すればかなり快適になると思うんでね。特にそういった医療機器。何これ、なんかおかしい。どうしたの？もっと水が流れてるはずなんだけど。そうか。それに聞こえる？何がだ？何が？静かでしょ、タービンが動いてるなら電線の音が聞こえるはず、じゃあ電気止まってんですね。あれ、何があったんだろう。あれか、橋は全部あのざまだ。国のエリートどもが来て大軍の侵入を防ぐために爆破したんだろう。難民の大軍？それともフリーか？コープランドみたいなやつに言わせりゃ両方かもな。来て、一つ確認したい。何？さあ、タービンになんか異常があるみたいですね。もしかしたらフリーカーが引っかかってたりしてね。ありえるよね、それ。ニュートだね。まあ、あ、やばいやばいやばい。回復しとかないと。ニュート回復しとかないとすぐ襲ってくるからね。オッケー。元気だぞ。俺は元気だぞ。どうだ？襲ってこれ前。よし、行きましょう。さっきのライフだったら絶対襲ってくる。顔に出してないんだけど、ね、どうやって分かってんのかね、あいつら。触ってみて。いいから。振動かね。何か感じる？いや。だよね。
ちゃんと水が流れてればタービンが振動してるはず。こっち。この上、あそこ、一番上まで行くよ。うん、ついていく。このパイプ、導水路っていうの。貯水池の水圧が高くなると水はここを通って流れを一箇所に集中させながらタービンまで行くわけ。どうしてそんなこと知ってんだ。兄貴二人と父さんは機械いじりが得意でさ、私も17歳で航空機メーカーに入った。こうなった時、機械技師になるために学校に行ってたんだ。父さんや兄弟とはその後会えたのか。うん、来てこっち。タービンじゃなくてね、水が流れない原因があるみたいですね。さっきちょっとタービンって言ったけど違うっぽい。さてどんな感じかな。うん、うん、楽しくなりそう。それで次はな、おい待て、何してんだ。あんたのこと少しは分かってるつもりだけど、自ら進んで水に入るとは思えないんだよね。でも水の中の給水口が塞がってる。だから行くね。あんたはそこに突っ立って見てたら。さてやるっきゃないね。よし、援護かなこれは。やっぱりかなり汚れてるね。でもなんとかなると思う。タービンまで戻ってくれる？ちょっとでも動いてるか見てきてよ。了解。入れ墨してたね。バラだっけ？あれバラだよね。ダメだ。ちょっと待て。あ、動いてる。よし、動いたぞ。え、まずくない、まずくない。リッキーが吸い込まれるんじゃないか。タービンが動いてんだったら。大丈夫？リッキー。どうよ。振動感じるでしょ？ああ、でも送電線はまだダメだ。嘘。そんな簡単に行くわけないか。じゃ、変圧器を確認してみよう。で、その、お前の父さんと兄弟はどうなった？さあね、家に戻る途中、何度も電話したんだけど、ずっと話し中だった。家に着いたら誰もいなかった。近所中、もぬけの殻。そこら中に避難命令のチラシがあって、一番近い難民キャンプに行ってみたけど、ダメだった。フリーカーだらけでみんな死んでたよ。そいつは気の毒にな。もう昔のことだから。さあ変圧器はこれかな。これっぽいね。水の方はね、さっきよりか勢い増してないかな。これは南の電線につながってる。でどこが悪いんだ。全然わからない。オッケー。タービンの配電盤がショートしてるのかも。一点見てみよう。いい。わかった。でスキッゾと何かあったのか。いつもいがみ合ってるみたいだが。何ヶ月か前、アディと私が風呂に入ってるところを覗いてた。ああ、あいつ覗き魔かよ。次やったら容赦なく撃ち殺すって言ってやったんだ。たく、まあアディがいたんならスキッズはそっちを見たかったんじゃないか。アディ、あいつを去勢するって息巻いてた。ああ、メスを使える女を怒らせると怖いね。眠らされてね、起きたらね、去勢されてるって悪夢だよね。ここか。ほら、持ち上げて。ああ、よし、いいぞ。よし、ゲートを開ける。開いた、よし。ほら、この辺りのはずだよ。これはフリーカーいそうだね。中にゴミがあるってことは。うわ、ちょっと何なのこの匂い。フリーカーの巣だ。
匂いからしていくつかあるぞ。離れるな。火炎瓶はいくつある？十分。OK。いいか、俺が燃やしたらすぐ始末しろよ。あ、久しぶりだけど覚えてるよ。結構ありそうだね。フリーガ確か壊したんじゃない？うん。それかね、この悪臭でこう腐敗して機械の配電盤がね、それでショートしたか。うわ、絶対これだね。今回ね、接近戦になりそうだから、ブーザーのね、出てくるぞ、ドガン持ってきててよかったね。来いよ、おい、ほらほらよ。どうだ、また外した。えい、おい、よし。いや、普通に強いね。ブーザーのショットガン。次はこっちかな。燃やしちまえ。どこある？そこか。準備は？オッケー、来いよ。できてる。おい。おいよ。よいしょ。あつあつあつ。よし。危なかった。平気か？お客は歓迎しないみたいだね。そりゃそうだろう。じゃ、慣れてもらわないと。今日からここはロストレイクキャンプの領土なんだから。ロストレイク万全。さあ、配電盤を確認したら早くここを出よう。よし、準備はいい？ああ、オッケー。やった、ついに成功。お見事。あんたがいたおかげ。よせよ、入り口を何かで塞ごう。毎月フリーカー掃除なんてごめんだからな。来月もいるつもりなんだ。え、いや、そういうわけじゃ。分かってんだろ。冗談だって。行くよ。はい、どうにかね。どうして家族のことを聞いたの？いや、わからない。ただ今まで聞いたことなかったから悪いことしたな。話したくなかったのなら。ああ、いいよ。そのおかげで前から聞きたかったことを思い出したわけだし。レッキー、今は聞くな。後でいいだろう。え、なんで？いいじゃん。ほら、行くぞ。塞がないの？塞ぐものを取りに行くのか。ねえ、私があんたたちと離れたわけ聞かないの？聞くべきだったか？マイクにそそのかされたからだろ。おい、リッキー、今する話か？どれくらい一緒にいたっけ？多分数ヶ月とか。いいか？一体、分かった。いい？あの夜のこと今もはっきり覚えてる。外は雪が降ってて、ブーザーのいびきがすごかった。フリーカの大軍が来るんじゃないかって思ったよ。あれは今も変わってない。とにかく、あんたはみんな寝たと思ってて、いつものように外に出て一人っきりで座ってた。何かをじっと見つめて、一睡もせずにね。あの写真見せてよ。お願い。あの時分かった。何をだよ。あんたみたいになりたくないって。過去にとらわれたり目を背けながら生きたくないんだってね。私はただ前だけを見て進みたいだけ。これはそういうんじゃない。いいな。リッパーだ。リッパーが来た。本当に奴らか。背中に印が見えた。ロストレイクから来たの。強点を矛盾でるでしょ。今のいいぞ。もう一回試す。だって
ダメだね、聞く耳を持ちませんね、相手。やるしかない。向こうが撃ってきたからね、今回は。伏せてろよ。声出すからいいんじゃないよ。勘が鈍ってると思う。一出て。流させろ。お前ら、ずいぶん遠くに来たもんだな。ねえ。あいつがなんでこういうの？後ろにいたな。やばい、やばい。修理できない。これ以上近接は使えないね。協定を結んでるでしょ。ね、ロストレイクから来た。全然聞いてないね。うわー、仲間来たよ。スナイパーが辛いね。ちょっと待って、サクランボルト使うか。おい、どこに乗れ。自由にしてやる。オッケー。って。ちょっと待って、これクソ弾が。ここでサクランボルトを作って、さあやり合い、よし、いくぞ。ね、スナイパーをサクランさせたい。次次、お前らさっさとアイアンビュートに戻って二度と来んじゃねえよ。しまった、あの普通にボルト撃っちゃった。ああ壊れちゃう壊れちゃう壊れちゃう。まだやばいな。もう壊しちゃったじゃん。なんでこんなとこにいんだ、カルロスのお使いか。それにしちゃ遠出だな。壊しちゃったよ、近接武器。くっそ、いるね。あ、リッキーか。あとこの二人だけだね。オッケー、完全にやりやすい。このままフリーカーの餌になっちまえ。奴ら喜ぶだろうな。あ、さあしようぜ。いただき。また来た、また来た。危ない。あ、やばいやばいやばい。強化してるやつがいる。くそ、あいつ全然来ない。近づいて。燃えて。いい感じに。こんがり焼けましたね。向こうも火炎瓶投げてきたから、ね、ちょっと重くなってきたね。オッケー、ナイスヘッショ。全員揃ってまっすぐ地獄に落ちてろ。きっとてめえらには居心地いいぞ。やばいやばい、もうたまない。これもう普通に火炎瓶でやろう。よし、燃えろこの野郎。やっと倒せた。さあ、あとはショートまで詰めよう。どこいる、あそこね。詰めます。これは詰めてナイフでいいか。ほらよ、さすがナイフ。威力が弱い。よし、これで片付いたな。前に見かけたリッパーとは違う。何で灰になってるの。わからない。昔あんな感じの薬中を相手にしたことがあるが、 PCP とか、あるいは他のもん。もしかしたら脱法ハーブ。ほら、世界がこうなる前に流行ってたやつかもな。よし、じゃあバイクが無事か見に行くぞ。 OK、 拾えるだけ拾ったんで行きましょうか。奴らがアイアンマイクとの協定を守ると思ってんのか。さあ、リッパーのせいでブーザーの腕はどうなった。あいつらはリサにも。なんだ、やつらの一人がこれを握ってた。どういうこと？あんたたちリッパーに狙われるようなことしたの？抗生剤を盗む前に。それは、さあな、カルロスに何かした覚えはねえが、やつに会う機会があったら絶対ぶっ殺してやる。ほら行くよ。リーコンについて何か書かれてたみたいですね、あれには。さて、南に向かう電線を追ってくよ。変圧器が機能してるか確認しないと。わかった、ついていく。確かにね、このまま帰っても電気が通ってなかったらまた戻ってこないといけないからね。
どうせ聞くだろう。どうしてクラブに入ったの？話すと長い。時間ならあるよ。俺は第10山岳師団の一員だった。北部同盟軍と協力する部隊に所属してた。軍隊にいたなんて知らなかった。どうして？聞く気あるのか？ごめん。任務でマザーリシャリフに向かう途中、反対方向に向かうタリバンの一団に襲撃された。運の悪いことに、奴らはトラックの荷台に改造した高射砲を積んでやがってな。でかいやつね。ああ、どでかい大砲だ。俺らのトラックは崖から吹っ飛ばされて、ハリ川に落ちた。アフガニスタンで溺れるなんて思わねえよな。あそこは全体がでけえ砂漠だし、とにかく俺は投げ出された。気がついたら、トラックが川にひっくり返ってたんだ。仲間を助けるために泳いでったんだが、結局遺体を岸まで引っ張った。そんでそれを7人分繰り返した。最後に軍曹のタナーを引き上げて終わった。その後、家に帰ってきてからバイクを買って何年か旅をしてたんだ。いろんなところを回りながらな。フェアウェルにあの辺り出身でしょ？ああ、そうだ。それで旅を終えた後、落ち着こうと思ってあるバイクショップで働き始めて。ジャックって年寄りの店だったんだが、クラブもジャックが仕切っててな。まあそこのリーダーだったってことだ。それで俺もメンバーになった。ジャックってルーザーが話してたけど、刑務所入ってたんでしょ？ちょっとした事件があってな、ジャックがクラブのために罪をかぶった。仲間思いだったんだね。ジャックはね、ディーゴンが働いてた店のオーナーだったみたいですね。で、その人がやってたクラブに入ってって感じか。原因発見、ぶっ壊れてる。明日の朝出直そう。必要な道具もあるだろうし、その方がフリーカーも少なくてやりやすいだろう。シャワーはお預けか。分かった。でも見せたいものがある。リッキー、今日はもう戻ろう。あんたフリーカーに詳しいでしょ。あんたの知らないものを見せたいだけ。ほら、ついでだし。分かったよ。よし。なんだろうね。一つ聞いていい？前も言ったが、どうせ聞くんだろ。どうしてまだクラブにこだわってんの？どういうことだ？だからさ、クラブのジャケット着てるでしょ。ブーザーももうライバルのクラブとかもないし、縄張りとかも関係ないのにさ。ああ、昔一緒に働いてた人も週末にジャケットを着てた。理由を聞いてみたら、クラブのシンボルは犯行の証なんだってさ。警察とか政府に対してかな。あんたは何に反抗してるの？なんだっていい。ジャケットはただ着てるだけだ。そんなもんだろ。ブーザーは分からねえが、俺は何も主張してない。ただこれがないと俺じゃねえんだ。これまでに山ほどバカやってきたが、クラブに入ったことは俺にとっちゃ珍しく後悔してないこと。ごめん、話が終わる前についちゃいました。リッキー、何がしたい？ネロの死体列車なら見たことある。大群もな。そう、でもこれは何？わあ、やべ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 。見てて。何度か観察しに来たんだ。奴らはあの古い建物に隠れてて、夜になると決まってあんな風に湧いて出てくる。朝には中に戻るんだけどさ、何やってんだろう。降りて見に行けばいいだろ。ああ、まさか。一度近づきすぎて大量のフリーカーに追いかけ回された。あれはまるで蜂の巣だね。さあ帰ろう、暗くなってきた。どうやらここをね、縄張りにしてるみたいですね、あいつらは。でも何のためにここに留まってんですかね。ああ、そういえばこの前、信じられないようなものを見た。何話してくれんの？じゃあどうぞ。もしかしてあんたネロの部
ヘリを見たんでしょ。待て、ああ、どうしてわかったんだ。何回か目撃されてんの、ロストレイク中で。マジか。なんで気にすんの。助けに来てるわけじゃないし、あいつらすぐに撃ってくるしさ。別に気にしてるでしょ。まあ、言わん方がいいよね、今協力してるって。リッキー、どこに行ってたの。ずいぶんな挨拶。リーコンと二人で出かけたってスキーツに聞いて心配したんだよ。アーリー、今は疲れてるの。なんなのそれ。ねえリーコン、ありがとう。ああ、まあ、あの壊れた変圧器を直しに行くときは知らせてくれ。わかった。やってられない。一体どうしたの。そっちこそその態度は何。だから言ったでしょ、疲れただけだって。それは悪かったけど、私も心配したんだよ。何も言わずに勝手に出かけるなんて。そう、それだけ。話せば長いね。クリアです。あんま増えないね、信頼度が。アイアンマイクのとこ OK、 更新されました。仲間と一緒に巣を焼いたんだ。ほら、フリーカーの巣。はい、というところでね、本日はここまでとさせていただきます。あそこさえ直せばね、ここにも電気が供給されて、医療設備とかね、まあ町の明かりとかがね、復旧するでしょうね。だって これさね、この発電機一つだけじゃ心細いよね。これが止まったらもう電気止まるからね。はい、それではね、ご視聴ありがとうございました。この続きもね、撮っていくので、よろしかったら見てやってください。次回はですね、またネロの調査ですね。オブライアンの協力ミッション、こちらをやっていきたいと思います。それでは島津でした。失礼させていただきます。バイバイ。